立浪監督のブラックジョークも笑うに笑えないピリピリ感に包まれているという記事があった。立浪監督にしてみれば、学生時代から慣れ親しんできた後輩への古典的ないじりで、一軍経験の浅い若手と交流を図って距離を縮め、ムードを和ませようとの意図だったか、チーム関係者は、見ての通り、監督が冗談を飛ばしても受け止める選手やコーチとの温度差は大きいと深くため息だったようだ。 この記事が本当かどうかはわからないけど、立浪監督は監督向きではない。落合監督はつまらない野球で客が入らないとか、立浪監督の方が人気があるからお金になるとか言われているけど、さすがに来年はシーズンシート買う人も減るだろうし、もうやめさせてほしい。土日とか満員お礼って出てますけど、球場内の席は埋まってませんでした。 シーズン C と買った人は、もう来てない人増えているんじゃないですか立浪野球を見た後だと、やっぱり落合野球が面白いと思える人は増えると思う。現実的に落合監督は無理かもしれないけど、もう少しまともな監督にお願いしたい。立浪さんは落合さんが監督に就任するまで高校時代からずっと優遇されてたみたいな話はテレビや。 YouTube でもよく聞くし、練習もあまりしない方だったとも聞く、隠れてやってたかもしれませんが、それであれだけの成績を残しちゃったんだから、今の低迷している中日ドラゴンズの選手たちと同じ目線まで落とすのは難しそう。言い方は悪いかもしれませんが、もっと泥臭く選手と向き合える方を監督に迎えた方が良いんじゃないかな。 我々は本当に水を飲むことはごはっとでした。それに夏の楽しみであるプールも肩が冷えるということで体育の授業も受けることができませんでした。今とは180度侵略でした。その変化があったと感じるのはスポーツドリンクの登場から少しずつ今の考えに近づいてきたと感じます。立浪じゃなくても対応に困るつまらないジョークを立浪が言ったらシャレにならん。 競争場さえ熱中症で休止の記事が出てくるような異常な暑さの中やってんだから監督が率先して体調管理に気遣うような環境を作ってあげてほしい。立浪は選手を自分の肩にはめてプレーさせようという意識が強すぎる。試合運びも含めてもっと選手の能力を伸ばす個性を受け入れる度量を持った方が選手のパフォーマンスが上がるんじゃないかな。 高校時代から王道の野球で勝ってきた監督には、 今の状況は変えられない気がするどんな方法でも点を取る作戦とか引き出しがないのではないかミスすることは良くないがミスを出させない環境づくりというのも必要ではないかその点新庄監督は今いる選手をいかに活かして戦うかを考えてやっている感じがする立浪監督にもぜひ選手を活かす野球をしてほしい戦う顔をしていないとかもっと選手の個性を知るべきだ昭和後期平成初期の頃は 水飲むな、歯を見せる、な、など今なら、歯、な経験しました。まあ理不尽なこと多々ありました。おかげで、社会に出てからも、多少の理不尽は、なんということなく過ごすことができました。ただ、今の世代と、達波さんの時代違うので、水分飲むな、は危険ですね。昔と違って、暑さが違いますから、素直な選手が言うことを聞いたら、偉いことになります。 立浪は自分があまりにもヒュを歩いてきたので苦労してきた若手たちの心をつかみかねているようですね。監督になるのが時期尚早でしたね。もう少し苦労していろいろ経験してからなってほしかったですね。このままでは選手はついていけないでしょうね。本人があまりにもセンスがあったのでどうしてこんなことができないんだろうという感覚なんでしょうね。監督には向いてないというか 対局を見ることができないので、ちょろちょろ指導して、コーチとの意見が合わなくなってしまっていますね。今の時代は、モチベーター型の監督が好まれるし、実際に結果を出してるケースも多い。プロになるような選手は、環境とモチベーションさえ整っていれば、無理じいまでしなくても練習すると思う。一番好ましいのは、選手時代に練習の虫だったけど、性格は明るいモチベーターみたいな人だろう。 新井監督みたいなタイプに藤井ヘッドみたいな参謀がついている。そういうのが組織としては良い気がする。選手から見ればやりやすいだろう。しかも藤井ヘッド自身も明るい性格だし。そう考えると、立浪は新井の逆と言ってもいいぐらいに正し反対の特徴だなぁ。選手は息苦しいだろうな。そういうやり方で成立させるつもりなら、星野監督みたいに嫁さんに贈り物したり、個別に呼んで金出したり、 もっと絡めてを使わないと無理でしょ。日常からコミュニケーションが取れているからこそのブラックジョーク。でしょ。普段から会話がなく、いきなりそんなことを言われたら、監督の言葉をそのまま受け取りますよね。この話を一つとっても、チーム内の雰囲気は最悪だというのはよくわかります。この状態で中日ドラゴンズが奥に一つ優勝したとして、 選手は果たして、立浪監督をどう上げする気になるでしょうか。野球に限らず、トップのすることは雰囲気づくり、空気は最悪という記事が出ること自体が、中日ドラゴンズの再位を物語ってる。選手の指揮にまで影響する。立浪は高校からプロ野球選手として超エリートだが、監督としては不本意な成績ばかり。選手時代からセンス抜群な選手で、個人的にも好きな選手だったが、 監督としての器ではない。監督が誰であろうととにかく強いチームになってもらいたい。